はい、こんにちは。今日はですね、マツダ3を運転しているんです。 CX-5 の方はですね、今ディーラーに点検に出しているんですよね。つまりマツダ3はですね、代車なんですよ。3時間だけ借りることができました。で、せっかくなので CX-5 のマニュアル乗りがですね、このマツダ3のオートマに乗ったらどのような感想を抱くかという動画を撮ろうと思います。いや、実はですね、 CX-5 ちょっとした不具合があったんですよ。先日田舎道を走っていた時にですね、信号が赤で止まりますよね。で、アイドリングストップに入ります。その時にですね、いきなりエンジンが完全にストップしてしまったんですよね。で、どんなにスタートボタンを押してもね、エンジンかからないんですよ。でね、後ろ車連なっちゃって大渋滞になったんですよね。で、どうしようどうしようとかなり焦りました。10分ぐらい経ってからですね、改めてスタートボタンを押してみたら、かなりのうなり声とともにエンジンがようやくかかったというわけなんです。すぐに空き地に移動して Google マップで近くのマツダを検索してですね、そして電話をしました。で、すぐ来ていいですよっていうことなので、そのままディーラーに車を持ち込んでですね、で、メカニックにですね、MMDS 診断っていうのをやってもらったんですよね。で、そしたらですね、故障箇所は確認されなかったんですよね。で、メカニックが言うにはですね、スすの噛み込みによるエンストの可能性があるっていうことだったんですよ。やっぱりディーゼルはですね、スすの問題っていうのはどうしてもあるんですよね。で、ご存知のようにマツダのディーゼルはですね、 BPF 再生っていうのをやらないといけませんよね。それはね、走行中にこうスすを燃やしてくれるわけなんですけれど、できれば高速走行をしている時の方がいいわけなんですよね。で、ちょうど僕はその時撮影で CX-5 を使っていたので、動いて止まって、そしてまた動いて止まるというね、つまりストップアンドゴー、ちょい乗りを繰り返していたんですよね。もしかしたらね、それがいけなかったのかもしれません。で、マツダのディーラーではですね、 PCM リプログラミングというのをやってくれたんですよ。つまりエンジン制御プログラムの書き換えですね。で、その後はですね、全く問題がなくなったんですけれど、でもちょっとね、怖いので、一度しっかりと見てもらおうということになって、今日に至ったというわけなんですよ。で、今日はですね、マツダのディーラーで時間をかけてデータを抽出してもらっているんですよね。で、なんかね、そのデータをマツダ本社に送るんですって。そうするとエンジンが止まった時の不具合がはっきりと分かるらしいんですよね。で、それからどうするかっていうのを考えればいいということでした。で、この前のですね、スすの噛み込みによる不具合はですね、たまたま起こってしまったんですよね。だからね、今後はね、僕問題ないと思っているんです。でもですね、念には念を入れて点検してみようということになったんです。で、マツダ3を運転する機会に恵まれました。やっぱり CX-5 とはね、全然違いますね。でね、まず大きく感じたのはですね、結構ね、マツダ3ロードノイズがあるんですよ。これタイヤによっても変わってくるとは思うんですけれど、で、 CX-5 の方がですね、車内の静音性はね、しっかりとしているような気がしますね。ディーゼルでもですね、車内とても静かですよ。なんかね、エンジン音もこっちのマツダ3の方が聞こえてくるような感じがしますね。特にこのアクセルをグッと踏んだ時、ほら、これウオーンって言うでしょ。それがやっぱりね、こっちの方が大きいような気がしますね。で、これ 1500cc なので、 CX-5 と比べて若干パワー不足です。でもですね、こうやってスピードを乗ってしまうと全く変わりないですね。で、ガソリン車であるにもかかわらず、ぐいぐいと前に進んでいきますね。でも、この上質ある走りはですね、さすがマツダの車だなという感じはしますね。すごく丁寧に作ってある感じはするんですよ。いや、でもね、燃費悪いですね。やっぱり今高速走って14から15くらいじゃないですかね。一般道で多分12、3キロだと思いますよ。CX-5 はですね、やっぱり SUV ということもあって、この段差のショックをですね、うまく軽減してくれるんですよね。
まりストローク感があるんですよ。はい、高速を出ますね。でカーブを曲がるときはやっぱりこのマツダ3の方がスッと曲がれるような気がするんですよね。まあ沈みすぎず浅すぎず、だからマツダ3の方が路面に吸い付く感じが CX-5 よりも高いんですよね。いやーやっぱりね、普段マニュアルに乗っているとオートマはね怖いですよ。なんかね、車によってドライバーが動かされているっていう感じがするんですよね。で逆にマニュアルはですね、ドライバーが車をコントロールしているっていう感じなんです。でオートマってアクセルを踏んだ時にパワーが伝わるまでに若干タイムラグがあるじゃないですか。特にね、それ高速域ですごく感じるんですよね。普段からオートマ乗ってる人はね、それ全く感じないと思うんですよ。でもね、マニュアル乗りがですね、オートマにたまに乗るとそのタイムラグがですね、すごく気になるんですよね。でマニュアルの場合はですね、まあ、1速はもちろんのこと、2速でも3速でも4速でも5速でも6速でもアクセルを踏んだ瞬間にパワーが伝わるんですよね。だからアクセルワークを含めた形でなんかこうドライバーと車が一体になれるような気がするのがマニュアル車なんですよね。ほら遅いんだよね。でね、こう一般道を走ってる時もなんかこのアクセルを踏んだ時の若干の遅れがね気になるんですよ。これ専門用語でなんて言うんでしょうね。これ自動車評論家の人だったらね、いい言葉知ってると思うんですけどね、さすがに僕は分かりませんね。まあでもマツダ3運転はすごくしやすいですね。マツダ3の方がキビキビと走るような気がします。まあ、どっちかというと若者向きの車っていう感じがしますかね。でもやっぱり僕は CX-5 の方が好きかな。はい、マツダ3です。美しく存在感があるデザインですよね。サイドはですね、周りの風景が映り込むことによって形や動きを感じさせるようにデザインされていくんですよね。このようにリアもヨーロッパ車にとても洗練されています。ダイナミックなフロントグリルです。最近の車はゴテゴテといろんな装飾がされていますが、このマツダ3の無駄のないデザインには好感が持てます。シャープなヘッドライトもいい感じですよね。はい、トランクを開けてみましょうか。やはり CX-5 に比べるとかなり狭いですね。カメラバッグ4つが限界でしょうか。全身の写真額は入らないと思います。車内から見る後方視界はあまり良くありません。後続車が何とか確認できる程度です。はい、リアシートです。大人3人が乗車できると思いますが、足元が窮屈になるような気がします。エンジンをかけてみました。メーター周りはシンプルです。ナビは見やすいです。僕はこのように液晶画面がダッシュボードの上にある方が好きです。車高が低いので CX-5 と比べると乗り降りはかなり大変です。どっこいしょという感じですね。